足カンカンしてよ。カンカンしてよ。しました。寒くね。寒い。これにもあげていいですか。どうしよっかな。じゃあ俺もあげるけど。俺は思い出のつもりを取ったら寝ずにあげたいって急にビジネスに。あ、ちょっと寂しいですね。ちょっと寂しい。俺はそのつもりなかったけど、そっちはそうなっちゃう。俺もあげちゃうかな。大事、いいです、あげないです、あげないです。いや、あげよ。だる。ゴリ寒くね。楽しかったですか。はーい。あ、やば。楽しかったんだってさ。温泉にゴーですか。あの、寝てたから気づいてないかもしれないけど、すごいから道。え、やばいっすよマジここ。あの調子乗ると多分滑ります。ゆっくりこう。あ、皆勤賞。今温泉入ったらあっちあっちだろこりゃ。あー綺麗、すんごい綺麗、すげえ。おお、雲海じゃない。雲海じゃない。雲海だ。ちょっと見ようよ。降りますよ。これ降り、あ、これすごい。これはすげえ、すごい、やばいやばい。やった、超綺麗。は、なんだこれマジで。アッキローニ監督、このように超、いや、こっちも綺麗、その、なんか、西日のあれ、あー、すごい、この感じも綺麗。何じゃこれ、うわ、すげえ。伝わるかな、これ。どうだろう、富士山、どれ。え、これ、ほんとだ、あっちか、逆光。いや、すごい、すごい。俺初日の出ってことで言って。初日の出です。明けましておめでとうございます。よいよチャンネルです。おめでとうございます。オッケー、うそ、うるせえ、カット、行こう。大御所監督。あー、いい景色だったな。最高だったね、これは。めっちゃ綺麗ですよ。あ、溢れてんのかな。無理だよ、もうそれ。何その髪型。シャンプーしたい。何その髪型。うるせえの、黙れ。標高が 2000m のここ。この生え際めっちゃ、なんかこうチクチクして痒くなってくるじゃないですか。それをうわーって書くの超気持ちがないですか。これ気持ちいい。あー、今日大貧民楽しみだな。あ、大貧民って言う派。うん、俺大富豪派。大富豪ね。勉強してきました。これがね、はい、まあまあ結構本当に勉強してない。腹立つ。よかった先輩で。結局この旅ってほぼ車乗ってない。気づいた。絵が車ばっかりだね。絵が車ばっかりになっちゃう。じゃあ新幹線。ほな新幹線やないかい。そうするとなんか味気ないよね。ほな新幹線じゃないやんけ。新幹線来て、で現地でレンタカーで小回りするっていうのもあったよね。君いいね。名前は？中丸です。覚えておくよ。知らないんだけど。教えてねえから。まあはい、ギャン開き。寝てましたよね。寝てました。寝てない。いいんだよ、結局寝ても。まあでも先輩が運転してるんで寝るのかって話ですけど、中丸だからいいか。殴るよ。シンプルな。俺この間の殴っちゃうよ5回ぐらい巻き戻して。殴っちゃうよ。気づいたら殴ってる。そうそう。俺は俺を止められないよっていう。殴っちゃうよ。殴っちゃうよ。なんでこいつこんな元気なんですか。ちょうどいいやろ。こういうの好きやろ。続けていく。10年切れるな多分。温泉入ったら続けていくで。じゃあちょっと5秒目つぶってみます。山田くん、よーい、スタート。うわー、疲れた。すっごい、すっごい綺麗だけどめちゃくちゃ性格悪い人が、タイプではないけどめちゃくちゃ性格いい人。前者かな。だから性格はちょっとほら治る可能性あるんでしょ。いや、それはない。なんで。それないって神様が言ってる。神様が言ってる。そう、神様が言ってる。これ何の話。で、めちゃくちゃ綺麗でスタイルもいい人と、むちゃくちゃ
ちゃ汚いおっさん。いやちょっと待って天秤おかしくなったこれどっちがいい。突然いやいや前者人生どうしようね。何の話めちゃくちゃ面白いなな し, なしだよ。ふざけんな、なんでお前が飲んでんだよ。お茶飲んでってことじゃなくて、ちょっと俺が飲みていいんだわ、ね、新しいのちょうだいよ。長くねダメだよ、先に笑っちゃ言おうとしたのにダメだ、今あと一歩だったのに時間もねえよ。あと次だ、次だこれっすね。ほんまに、え、めっちゃ良さそう、やばい。どっからこれ。いい体してんね、お兄ちゃん。デカめの運転手です。いや、本当にね、怒られてる。俺、緊張しようかな。これ、マジで終わりっすね、今日。終わり。最高。なんか、テカリ感、テカリ感。いや、でも、俺より多分、二宮くんの方がいい。いや、艶っぽさがいい。なんで消してますちょっと告白してるんですか。え、じゃあ M じゃないですか。最高だ、最高だな、これマジ最高。マジでちゃんとってそのまま疲れも吹っ飛ぶわね、うん、仲間受かって濡れる、髪の毛濡れるとどんぐらい来るんですか。濡れたら別にあれだけど、かわその後自然乾燥するとちょいアフロぐらい。カルアフロ、カルアフロ。俺もっすよ。え、マジっすか。そうなんだ、すごい。全然イメージないわ。俺もなんかそのくるくるではないですけど、逆に直毛で扱いされてて。あ、そうなんだ。そらそれで。じゃあね、ブローで逆にちょっと丸めんのがしないと。じゃあ2人でくるくるでいきましょうよ。くるくるでいく。いや俺マジでカルアフロだから絶対守るな。あぶらぶらぶら、いいね。やばい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 。うわ、何ここ。やべ、サビ。お、すげえ広い。え、やば、なんだここ広っ。踊るぞ踊るぞ踊るぞ。で、満月。いや、超綺麗。わあ、すげえ。ムーンライトかと思って。懐かしい。山田君のソロ曲ね。よく知ってるよな。ダメだ、湯気が粒子なんか映ってる。取れねえ。わあ、最高だ。めっちゃ気持ちいいですよ、これ。ああ、いい。うわ、おもろ。水に浮かぶ胸筋でかっ。いっちもライトしか見えないっす。ブレイクダンス。つまみた。楽しそうだな。怒られる。シャチ。結構おもろいっすよ。こんなんやらされたやな、昔。きっとな。出たな、それ。ダブルシフトとか。ダブルシフト。いいなぁ。いいっすね。いい温泉だわ。この運転は一番大きかったな。でかい。70キロだったな。あれなぁ、山手なぁ。まず山手線ゲームで山手線が嫌だっていう人初めて聞いたけど。そうなの。別に何もかけないで、もう一回だけやんね。それ何やります。山手線のお題を。国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 ね。せーの。ジャパン。日本。お話せてきた。うわ。うわ。マジか。殴り合い。仕上げてね。この動画がなかなか渋いっすよ。ただもう男4人が。湯に浮かんだり沈んだりしてるだけで。だからいいじゃん。
こういってこういって痩せババア。こういっているじゃない。一回リセットだな。また後で入るの、ということで、はい、上がりました。気持ちよかった。トンボの湯でございました。最高でしたね。最高でした。本当感謝だね。めちゃくちゃ良かった。進化だと思いましたね。進化だと思った。いやなんかちょっともう終わった。生配信だと終わりみたいなところもあります。まあ確かに生配信すら生きるのかっていう、それが良かった。トンボの湯最高でしたね。とりあえずこの後は飯なんで、芝に行きましょう。行きましょう。レッツゴー。レッツゴー。ありがとうございました。よいしょ。よいしょ。え、山手線系やってみません？23回。山手やる？ボタンだ。そうだもん。東京。西日暮里。有楽町。目白。西日暮里。え？よし。